今回無痛分娩というのを御社に頼みましたけれど、コロナ禍の前に、集団で、僕が患者さんをだいたい10人20人集めて喋ってたスライドをベースにで、今コロナ禍になりまして、それを個別で話しているような内容になっていると、患者さんに説明をするということにおいては動画というのは非常に良いと思うんですね。僕らはですね、妊婦様を扱っておりますので、できればですね、お互い同じ目線で患者さんと一緒の目線でやっていきたいなと、一緒に考えていきましょうねという視点で診療を行っております。やっぱり専門的な知識をバッと喋ってしまいますと話についてこえなくなってしまうので、その知識を補うという意味合いでは映像というのは非常に適しておりまして、である程度同じ知識を持って喋ると、話がより分かりやすく、お互いのコミュニケーションが取れる、ことになるんじゃないかなというふうに思います。人に伝えて、人からまた人に伝えるときって内容が3割ぐらいに落ちるんです。繰り返し見れるということも含めて、この動画というのはとても優れていてですね、分からなかったら巻き戻せばまた戻っていけるということでですね、教育効果、知識を得るということにかけてはとても素晴らしいツールだと思っています。今回無痛分娩という動画を作成していただいて、患者さんが積極的にこういうのを見るということによって、あ、他にもこんな動画があるんだなという、入り口になっていただいているので、やっぱり僕らのクリニックに来るのは無痛分娩をやりたくて来る方が多いんですね。その時にですね、無痛分娩の動画を見る時に一緒のところに他の動画も上がっていると、やっぱりそれも気になって自分に関係することですので見るということで、あ、お産ってこんなものなんだということが分かりやすい、その入り口の道具としても動画を制作するということが助かっております。